こちら5勝7敗の朝関流、そして5場所ぶりの十両の場所で勝てば勝ち越しという若乃島です。返り十両、この両者は入門が一気違いです。頭で当たった、踏み込んだ朝関流ですが、左の回しを与えません。右をうまく返しました若乃島、いなした朝関流、押し倒し、朝関流が勝ちました。6勝目、6勝7敗。若乃島今日の勝ち越しはなりませんでした。うまく左回しを許さずに右から返していきましたが、この両者は朝関流は高校相撲の出身、若乃